時は世紀末、世界は最終戦争の豪華に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。支配する時代になっていた。警察隊の奴らが何者かに。誰がこんなことを。ジードのメンバーと知ってのことか。ジード、それにしても死体が変だ。全部体の内部から破裂したような感じだ。ジード、まだ息がある。何があったんだ。北斗、一体何が。そして北斗とは。今から数時間前、ありがとうございました。おかげで水を無事に届けられました。どうぞこちらへ。ささやかですがお礼をさせてください。喉が渇いている様子。町から水を取ってきます。少しお待ちを。
な剣法使いを逃がせ。ジードの底力を見せてやれ。Peace.
ありがとう。早く鍵を。何をグズグズしてんだ。てめえだってこの村に盗みに入ったんだろうが、早く逃げねえと殺されちまうぞ。すまんな、水をもう一杯くれんか。うーいって、てめえ一体何を考えて。お前が逃げたらあの子はどうなる。はっ、こんな時代に何を甘いこと言いやがる。なあ、正直に言えよ。てめえだってどっかでこの村の噂を聞いてきたんだろ。この村には水がある、食料もたっぷりある。力のある奴がこれを奪い、そして生きていく。暴力が支配するんだ。なあ、あんた名前は？ケンシロウ。俺と組まねえか？くっ、バカ野郎、気取りやがって。返事ぐらいしろよな。生き返ったよ。でも大丈夫か、こんなことをして。俺はケンシロウ、お前は？こいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。あ、もっとも無理はねえけど、親兄弟を野盗に目の前で殺されちまったんだ。身寄りがない上、村では厄介者扱いだよ。生まれてこなかった方が良かったんだ。辛いか。おい、何の真似だよ。あとは彼女の心次第だ。心の叫びが言葉を誘う。立て、長老が変えられた。調べろ。ジードの一味だったら体のどこかにジードの入れ墨があるはずだ。北斗七星、死を司る星、不吉な北斗現れるところ乱あり。大変だ、ジードだ、ジードの奴らが。リンも来い、お前も戦うんだ。名が殺されると分かってっから鍵を置いていけなんだ。相手はジードだ。奴らは女子供だろうが容赦なく皆殺しだ。 あれ、くそ。
しまえ。張り付けの水と食料を奪い取れ。娘の首を引きちぎるぞ。
その子を放せ。
あの村に居座らねえんだ。よお待ってくれよ、俺は待っとってんだ。てーん、どうして北斗現れるところ乱ありと言ってな、剣は我々のためにこの村のために出て行ったのじゃ。